毎日お笑いコンビ、キングコングの西野亮廣がまた炎上騒ぎを起こしている。西野は6月4日に、秘宝、貧困西野、3億円の借金を抱える、というタイトルでブログを更新し、地元の兵庫県川西市に3億円をかけて体験型の美術館を建設することになったと記述。今現在まるで貯金がないのに、3億円の借金を抱えることになった。と明かし、美術館建設費用の募金を受けるための銀行口座を公表した。このことは SNS で一気に拡散され、多くの批判を浴びた。俺の地元に公共美術館ではなく俺の作品だけを展示する俺個人の美術館を作るので金くれ、という純粋な私利私欲を、挑戦、迫害、借金、募金、という単語を巧みに駆使し、まるで自己犠牲や社会活動のごとく印象を横滑りさせる西野さんの話術はマジで天才だと思うんですよね。貧困西野さんの、美術館作るために3億円借金した。死ぬ、募金して、だけど、トリマ事業で3億借りれる時点で、こいつは3億は返済能力がある、と判断された。わしなので、やってることは完全にプロレスなんだよね。地域創生を掲げて美術館作るために3億円借金。それはすごく立派だと思うんだけど、ブログ前半で、なぜ僕の人生を他人が決めるのだ、と書いておいてなぜ後半部で、募金しろ。しないやつはゲス。え、どう、とそれこそ他人の人生に指図してんだ。貧困西野、3億借金したから助けてって言ってるけど今年の初めに貯金2億あるってラジオで言ってるし、現時点で別に土地を用意したりもしてな。意思借用書もなさそうで、美術館建てる計画の何がどこまで動き出してるかも不明瞭なまま募金を募るとか詐欺の手段そのまんまっぽいのどうなん。